玉野と四日市と小田原、一シリーズでは2勝ずつ上げています。ドミトリエフに2番車の石塚、予選クラスのメンバーであれば切れ味は上位級、人気の2人、後方の8、9番手の展開が続いています。中段後方の動きがなければ、あるいは前段もこのままの形で勝負どころに突入していきそうです。800を切りまして、92回生7番のスタートオフが前の位置変わらず、突っ張りもありえそうな雰囲気には見えます。7番佐藤、2番手は阿部と福田でもつれるところ、4番黒崎は東北勢、3番手水槽、玉手は切れ目の5番手、徳島両者は6、7番手変わらず、1番人気のドミトリエフ、8番手で我慢の展開で一踏みにかけそうなところ、石塚は最高峰となっています。誘導に退いて残り1周、7番佐藤がペースアップ、そして出足でちょっと離れた2番手の勝負、5番の阿部取り切っていきました。4番黒崎は3番手続きます。1番玉手が5番手から動いて4番手外側へ、徳島勢その後3番ドミトリエフ、バック8番手からのまくり、石塚がついていけるかどうか。3コーナー3番のドミトリエフがまくっていきやすいて前に接近です。7番佐藤懸命の逃げ、ドミトリエフ捕まえりて2番手混戦、第4コーナーから直線コースはドミトリエフ完勝でゴールイン。2着は高マークでした、2番の石塚。5子追走は長崎の支部長、9番坂本、あとは5番の阿部が8番手の展開。昨日特選は戦略はまらなかった5番阿部ですけれども、足の使いどころがポイント。阿部のマークは北日本筋で2番乃木、乃木と阿部高幸8番手から踏み上げてきます。800を通過、残り2周、細切れ戦、1番人気のドミトリエフ先頭位置から下がる流れになりそうです。前接近、前段外は北日本、4番本郷も叩ける形は作ってきました。逆に下げてくるはドミトリエフ、一旦8番手まで下がるか。ジャンと同時に九州勢発進、本郷が前の位置です。そして北日本勢中段の内、ドミトリエフ動きつつあってかましも狙って接近中です。7番ドミトリエフの仕掛けですが深沢離れた、一人旅で逃げていくドミトリエフ。最終周回4車身後ろに九州勢はまって、本郷2番手、郷氏、あとは坂本と阿部が並んでいます。後方3番車が落車、阿部が切り抜けて4番手、乃木は5番手、後ろ坂本、玉手と米沢が7番手8番手に置かれています。リードを保った状態、7番ドミトリエフ押し切りの横行が6車身のリード、本郷急追しながら2番手で第4コーナーから直線コースに向いてくる。ドミトリエフ連勝でゴールイン。あとは2、3着争い、1番郷氏、5番の阿部。番手が8番森田、昨日の上がりタイムは11秒2、3番の阿部、ライン3番手で援護役。残り2周半通過の3コーナーから6番の泉がまず中段外側にポジションを上げまして、渡辺裕太が中段インコースの状態です。パーキンスが先頭、2番手はドミトリエフ、外国人勢3番手9番郷氏で残り2周通過、800を切っています。北日本勢6番の泉、難関勢に蓋をしながら、渡辺裕太は北日本勢を出してからの勝負になります。
ジャンマイバックストレッチはまず6番の泉が匿名受けて先行宣言、そして7番の渡辺裕太落ち着いて4番手確保に動きます。外国人勢7番手8番手パーキンスが7番手ドミトリエフ8番手ゴーシが最後方となりました。前は緩めていません。目いっぱい先行6番の泉、森田が2番手の体勢で直線コース残り1周です。7番の渡辺裕太は溜めていって中段の4番手、パーキンスはまだまだ7番手で1センター7番手からパーキンスが発進、同時に2コーナー4番手から地元7番渡辺裕太も発進する。8番の森田も番手まくる先頭だ。3輪並ぶ3コーナー力でねじ伏せる外国人勢、パーキンスが先頭、ドミトリエフ2番手です。この2人ができりました。3番手渡辺晴友が直線コースに向いてくる。前の2人ドミトリエフが並んでゴール前、どうかドミトリエフとパーキンス優勝争い接戦。